ないですか？こっちはねないです。あ、はい、じゃあちょっとトゥーパンプスさんのお願いしてもいいですか？急に、はい、急に、トゥーパンプスさんです。メールでは2021年私的ヒットはこれ。あ、ハニワじゃあ、のんちゃんおはから。おはから。どうもおはようございます。女子高生のおみ足命の私にとって誠に喜ばしいのはルーズソックスの復活です。今流行ってるから。流行ってるよね。今めちゃくちゃルーズソックス流行ってるから。うちらの時代だよ。足首を冷やさないために実に効果的なのがルーズソックスです。ああ確かに、あら、あったかかったよな。あ、そうなんですね。履いてたんだって。今ちょっと、引いちゃった。彼女の借りてさ、履いたことあるよ。ああ、なんこれっつって。彼女いたんか。いたいた。その時はもうね、バリバリにいましたからね。で、ルーズソックス履いたんだね。何これ、あったけんつって話はあったけど。あったけんけどね。で、なんだっけ、空っ風に向かってのチャリの立ちこぎで鍛え上げられた群馬の女子高生のためにあると言っても過言ではないルーズソックス、うん、正式に制服として採用する学校がないことに激しく抗議したいです。あーちゃん、のんちゃん、ゆたかさん、こんな私は病気でしょうか？せーの、病気です。お薬出しておきます。はい、先生ありがとうね。またね、ルーズソックスね、今はもっと長いから、今の方が。そうなんだ、もっと長いんだって。あれってさ、結局のとこさ、ミニスカートにするがための、うん、なんかなんていうの、うーん、違うのかな。いや、わかんない。スカートが長いと別に必要ないじゃん、うん、あの長さの、うん、ね、ソックスってだ、うん、どんどんギャル化してった時にさ、ね、ミニスカートになってって、そのバランスを取るために、うん、ああいうのが出てきたんじゃねえかなって思うんだよね。で、途中からスカートが長くなってくるから、はい、これちょっとバランス悪いよねっつってどんどんそう下がってったんじゃねえかなって俺は思ってるんだけど。なるほどね、確かにそれも一つありそうですね、うん、でも今のルーズソックスって分かれてるらしいですよ。は？ルーズソックスってさ、全部つながってたんですか？うん、もともと足のどっちだっけ、うん、昔はつながってました。つながってるって何？あの足の靴下まで、うん、長い靴下だよ、だから、うん、でも今はその靴下とアームカバーみたいな、うん、分かれてるんだって。へえ、じゃあこうなんつうの、途中で取ることができるってことね、うん、そういうことなんだって。そっちの方が流行ってるって聞いた。だからねずこのあの靴下って、はいはいはい、ねずこが入ってレッグウォーマーみたいなイメージね。あー、そう、イメージは。あー、なんだ、ルーズソックスじゃないね、じゃあそれはね。でもそれはルーズソックスだって言ってますよ。面白い。